三影里の一つ、名田泉の酒蔵。灘里唯一の木造酒蔵灘里は、日本を代表する酒どころの一つ。西郷、三影里、魚崎郷、西宮里、今津里の総称、現在の兵庫県神戸市の東灘区、灘区と同県西宮市を合わせた、阪神間の一部地域を指す、日本酒づくりに適した上質の酒米と、 ミネラルが豊富な上質の地下水が通れ、サム作りに最適と呼ばれる、六甲おろしが吹き、そして、製品の水上輸送に便利な港があったことから、江戸時代以降、日本酒の名産地として栄えた。大手日本酒メーカーの多くが、なだ、伊佐島、発祥地及び本社としているほか、現在も、中小の酒蔵が点在する。見学を受け入れている酒蔵もあり、 阪神本線やバスが主な交通手段となる。また、灘、伊佐都を祀る松尾神社が、生田神社内にある。灘伊佐都酒造組合が公式サイトで紹介している、伊佐都各地域の酒蔵は以下である。灘の酒造りは、鎌倉時代末期から、室町時代には始まっていたと見られる。かつては、伊丹、池田が、摂津の代表的な酒所であった。江戸幕府が置かれた。 江戸の酒消費量が増えたが、当時の技術では品質を落とさずに江戸まで酒を輸送するのには困難がつきまとった。そこで、伊丹や池田よりも西寄りにあるものの、大阪湾に面し、江戸への輸送所要日数にして2から3日は短縮可能な名田地区が、江戸中期以降、情報種の主流となっていった。また、江戸中期には、灘では高魚業も栄えて、高魚業を大阪に独占させて、 江戸への油の一元的供給を図ろうとした江戸幕府と対立したが、後に江戸への直接販売が認められるようになった。明治期以降、豊かな醸造家は、阪神館、モダニズム文化の権威役となった。兵庫県外の酒造会社も多く進出し、京都市伏見区の宝ホールディングス、滋賀県の大田酒造などは、長井里にも工場を持つ。かつては京都市伏見区の月景館、 伊丹市の小西酒造、和歌山市の世界一等なども工場を置いていた。また、中優がマルキン中優の一万歳酒造や福娘酒造、福特徴種類がオエノンホールディングスの一部、またはグループ会社になるなど、非関西資本の参加に入った蔵元もある。阪神、淡路大震災では、白壁土造造りの酒蔵、赤レンガの酒蔵など、伝統的な景観が大いに損なわれた。 震災後、中小クラ元の廃業も見られた。とはいえ、多くの有名メーカーが軒を連ね、国内での日本酒生産量の約3割を占める日本一の酒造業地帯であることに変わりはない。仕込みの時期には、新酒の香りも漂い、それが環境省の香り風景百選にも選ばれた。神戸市中心街にアンテナショップ、灘の酒蔵通を開設しているほか、新酒を試飲できる。 持ち回りの蔵会などを実施したり、イベントに出展、参加したりしている。酒蔵巡りに至っては、毎年秋に行われている、酒蔵田んぼをなる、スタンプラリーイベントを行っている。ただ各酒蔵の資料館なりの見学は、年中行われている。この時期においては、酒蔵巡り、バスが、巡回運行している。各、蔵元で、自ブランドの商品を販売しているが、 それとは別に、周辺地域では、日本酒を購入する以外の娯楽を提供している。それは、以下ある、上灘里が3つの組に分裂した、下灘里が衰退し、西の宮里が加わる。かつては、田の日本酒で全国に知れ渡ることとなったわけだが、最近は、小中分野を開拓したり、酒米の新酒を発表するなどの展開を行っている。 そんな格蔵元とそれを取り巻く環境が以下である。ありがとうございます。